一回。どうもご視聴いただき誠にありがとうございます。みちゅうぶです。今日はですね、早速もう見えてるんですけど、セリアに行って LED の小物を買ってきました。で、何を買ったかというと、こちらですね、つまみで調整可能なものを買ってきました。で、なぜ買ったかというと、他の YouTuber さんがこれ最強ですよ、マジやばい、明るいですよっていうことで教えてもらいました。そもそもじゃあ、なぜその動画にたどり着いたかっていうと、私が以前ライミーさんの LED ヘッドライトを交換して、その関連で出てきたんですね。で、ポチってみると、うわすごいじゃないかっていうんで、買ってみました。それと、すぐコメントも返してくださって、これマジで売り切れですよっていうことと、その方のご近所のセリアではもうあと2つしかなかったですよっていうんで、私も車を走らせましてセリアに買いに来ました。で、主な仕様としては、今言ったライトの調節機能で、マックスで明るさをした時に最大 2.5 時間連続して明るさを出せますよということと、必要なものが単4の電池が3本必要ですよということですね。ただこれ車用ではないのでご注意ください。ただこの LED マジ明るいらしいです。ただね、このパッケージを信用するかどうかっていうと、まだ信用してません。早速ですね、やっていきましょう。あとで、暗いところでも見ていますので、よかったらご視聴ください。はい。では今、電池3本、単4入りましたので、閉めます。この開ける際にはですね、ドライバーが必要ですので、ご用意ください。はい。たったこれだけで OK です。じゃあ早速ですね、このセリアで買った最強と言われたライトを作ってみましょう。ディーディーディーン。一回目にカチッと音がするんですけど、結構柔らかい感じですね、これは。どこまで行くんだろう。うわ、うわ、これね、急にやっちゃうと、直接ヘッドライトを覗いた感じぐらい明るいです。これが今マックスなんですけど、かなりやばいです。これ、暗いところでね、ちょっと行って見てみましょう。はい、この辺からすごい眩しくなります。うわっ。で、今からですね、車内の足元を照らします。行きますよー。うわ、ひょっとこや失礼しました。これくらい明るいです。前の方ですね、照らしてみると、もう、こんな感じですね。で、比較するものないので、せっかくなんで車のヘッドライトと勝負しましょうか。はい、私の場合はですね、カーチューバーになりますので、比較の仕方がおかしいかもしれないんですけど、すいません。とりあえず今、マックスの状態で2つ並べております。で、何と比較するかというと、LED ヘッドライトの明るさと比べてみましょうという感じです。もう何と比べようかなと思ったんですけど、今これ明かり照らしてる状態ですね。じゃあ続いて車のヘッドライト当ててみましょう。この明るさが LED ヘッドライトの明かりです。ちょっと比較しましょう。では続いての取り方なんですけども、同じセリアでフリーフックを100円で購入してきました。ちょうど500キロまでなら耐えるということなので、本来の使用の方法としては間違っていますが、後ろの方ですね、後部座席を
照らすのにはちょうどいいかなと思います。パネルより出ちゃダメですよとかいろいろ書いてますんで、くれぐれもですね、まあ撮影とかだったら全然大丈夫だと思います。運転中以外ね。じゃあつけていきましょうか。これは業務レベルで明るいですね。これちょっとこれ車の中なんで、私の部屋もしよかったらこのままお付き合いください。はい、お部屋に帰ってまいりました。今がですね、これ一番交流が低い場合ですね。一つでやりますね。見え方はこんな感じで、では津波を最大限にやっていきます。眩しくなりますので気をつけてくださいね。これですよ。もう全然違いますね。極端に言えば、スマートフォンで照らすライトあるじゃないですか。あれの倍ぐらい。といったところが私のですね、印象にあります。それが、ダブルになると、かなりですね、明るいですね。ヘッドライトで照らしてるような感じはですね、しますね。文字の見え方、こんな感じで。それではですね、分解してみましょうか。もうすっからかんな感じするんですけど、電池を入れたので一回取ります。で、3箇所、ネジが回ってますので、外していきます。じゃあ、おっ。ああ。こんなに簡単な作りで、あんだけの光量を出すって。さあ、あ、やべ。はい。分解した感じは、お届けでしたね。では、また走行動画に戻ります。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、セリアで、買ってきた、他の YouTuber さんが最強だと、教えていただいた LED のライトご紹介でございます。まあ、ジャンル違いの方ともですね、まあ、コミュニティで時々やり取りはするんですね。まあ、その時にたまたま検索をかけると出てきて、出会って、そして知って情報を出すという流れになってしまったんですけども、最後までご視聴ありがとうございました。評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。 YouTube TV でした。